普段着ている水着？それはフェスに必要なことですか？個人的な趣味？この変態オーナー、勘違いしないでくださいね。プライベートの話をするような関係ではありません。じゃあフェスに必要って、変態だけじゃなくてバカでズーズーしい人なんでしたね。変態のあなたとは違います。それに私の体は人に見せるようなものじゃありません。綺麗なのにもったいない。あなたという人は、嫌いな人に褒められても嬉しくなんかありません。この変態、バカワンコ。